大谷翔平の足元で MLB 選手たちが倒れた。新しい契約では恐ろしい価値が急騰し、誰もが衝撃を受けました。エンゼルスの FA となった大谷翔平投手による今後の契約が注目されています。6日日本時間7日には全球団との交渉が可能になり、米経済誌フォーブスは大谷翔平の存在が FA 市場における支出記録の更新を示唆しています。昨季各チームが FA 選手全体に対して37億ドル約5534億円という史上最高の支出を行いました。しかし大谷翔平が FA 市場に登場することでこの記録が塗り替えられる可能性が高まっています。コッツベースボールコントラクツの試算によれば、大谷翔平は昨季の FA 支出記録を更新する大型契約を結ぶ可能性が高いと見ています。現在選手個人の契約総額ではエンゼルスのマイク・トラウト選手が4億2650万ドル約637億9700万円で最高額を持ち、それに続く選手との差は大きいです。しかし大谷翔平がどのチームと契約するかによって MLB の契約金のランキングが大きく変わることはほぼ確実です。大谷翔平選手の今後の契約について、右肘手術の影響で投手としての復帰は2025年まで遅れる見込みですが、彼には注目の大型契約が待ち受けている可能性があります。大谷翔平の代理人ネズバレロ氏は、来季には DH 指名打者としてプレーするしかない状況でも5億ドル約747億9100万円以上の契約オファーが来る可能性があると指摘しました。バレロ氏は契約交渉に時間をかけ、2022年にブライス・ハーパーがフィリーズと13年3億3000ドル約493億6200万円の契約にサインした際のように、適切なチームを見つけるために3月まで待つ可能性もあると説明しました。大谷翔平を獲得する可能性があるチームは、彼を獲得できなかった場合に代替として FA 権を持つコーディ・ベリンジャー、マット・チャップマン、リース・ホスキンス、アダム・デュバル、ホルヘ・ソレア、マイケル・コンフォート、アンドリュー・マカッチェン、 JD ・マルティネス、そしてユリとルルデスのグリエル兄弟など他のスラッガー選手を検討するかもしれません。今年のワールドシリーズで優勝したレンジャーズは、前のオフシーズンに FA 選手をわずか5人しか契約せず、費用は2億4750万ドル約369億円にとどまりました。一方ダイヤモンドバックスも前期のオフに5人の FA 選手と契約し、その費用は2500万ドル約37億円に過ぎませんでした。 GM 会議が17日に始まり、ウィンターミーティングが12月3日に始まる予定で、選手の移籍に関する動きが活発化することが予想されています。今後の契約金の動向に注目が集まるでしょう。 MLB と日本の野球リーグとの給料の差について、これはいくつかの要因から生じています。まず MLB は世界で最も競争が激しい野球リーグの一つであり、トップ選手には高額な契約が提示されます。スポンサーシップ収益も多く、球団の経済的な力も大きいです。これに対して日本のプロ野球は競争が激しくないことや、球団の収益が MLB に比べて少ないことが給料の差につながります。また放映権料や広告収入も MLB の方が大きい傾向があります。エンゼルスが大谷翔平選手との契約に成功できなかった背後には多くの要因が影響しています。球団の経済的な制約や他の契約との調整、選手の希望などが考慮されます。大谷選手はトップ選手であり、彼の市場価値も高いため契約交渉は複雑であることが予想されます。 MLB のプレーオフで大谷選手を見ることは野球ファンにとって楽しみなことでしょう。彼は野球界で特別な存在であり、どのチームでも大きな注目を集めています。今季野球界を席巻したのは二刀流のスーパースター大谷翔平、エンゼルスでした。大谷は開幕前から驚異的なパフォーマンスを見せました。初参戦となった WBC では日本代表の一員として世界一の栄冠を手にし、その活躍は早くも注目を浴びました。そしてシーズンがスタートすると、大谷は投打で圧倒的な存在感を示し続けました。8月に右肘側副靭帯を損傷し、その後右脇腹の故障に悩まされたものの、最終的にはア・リーグで最多の44本塁打、打率304、95打点、OPS 1.066 の成績を残しました。投手としても十勝5敗を記録し、WHIP 1.06、奪三振率 11.39 という印象的な数字を示しました。また、
MVP 選出において重要な指標である WAR でも2位に 1.6 差をつける 10.0 の数値を達成し、圧倒的な成績を打ち立てました。さらに大谷は史上初のシーズン2桁勝利 &40 本塁打以上、そして2年連続の2桁勝利 &2 桁本塁打という偉業を達成しました。その活躍はまさに永遠の記録といえるものでした。それにもかかわらず大谷に対する批判的な声も存在します。元アストロズのウェス・クレメンツ氏はベースポーツ専門局 ESPN や CBS スポーツで、私は大谷が今年の MVP だとは微塵も思わないと断言し、代わりにレンジャーズの主砲コーリー・シーガーを推薦しています。シーガーを称えるのは当然です。29歳のスラッガーは遊撃手の負担を背負いながら打率 327、33本塁打、 OPS 1.013 という素晴らしい成績を収めています。しかし気になるのはその後のクレメンツ氏の投稿です。クレメンツ氏はフォロワーからのコメントに反論する形で次のように述べました。大谷は二刀流の選手であり、何でもできる選手ではありません。彼は史上最高の打者でも史上最高の投手でもありません。この発言はいささか誇張されたものではないでしょうか。今季大谷はメジャーリーグ全体で最も高いウォーを記録しています。また先日のシーズンスタッツを見る限り史上最高ではないと主張することには違和感を感じざるを得ません。何よりも大谷がどれだけ優れた存在であるかはライバル選手たちも認識しています。11月2日メジャーリーグの選手会が選手間投票でアメリカンリーグ最優秀野手に選ばれた際、多くの選手が二刀流スターを絶賛しました。ロナルド・アクーニャ・ジュニアはほとんどエイリアンみたいなものと述べ、ブレイク・スネルはすごすぎて開いた目と口が塞がらないと語りました。その中でシーガーの同僚であるマーカス・セミエン、レンジャーズはこう語りました。彼は最高の打者であり最高の投手でもあるんだ。もう彼のような選手は二度と現れないと僕は思えてしまう。現役選手たち自身も大谷の非凡な実績を認めているのです。このような状況で大谷の二刀流を炎上覚悟で揶揄する行為には意味があるのでしょうか。大谷翔平の凄さは真の野球のエキスパートでなければ理解しにくいかもしれません。ロジャー・クレメントが称賛するのは理解できますが、ウェッツ・クレメンツとは一体誰か、非常に有名でない元選手の称賛が大谷のレベルを示すものであるかもしれません。もし大谷が健康でプレーし続け規定投球回に到達していた場合、被打率の面ではナンバー1に輝いていたことから、サイ・ヤング賞も彼に現実のものになった可能性があるでしょう。大谷は日本時代から二刀流を続け、私たちはその成長を見守り楽しんできました。しかしどこかでその驚きも日常の一部となり、我々の慣れた風景と化しているように感じます。感染者としての私たちの目にも二刀流に対する慣れがあるかもしれません。しかし日本でもアメリカでも大谷のような選手は稀であり、彼の偉業に対する驚きは今も変わらないべきです。今シーズンホームラン王が2桁の勝利も達成するなど、その成績に驚かなくなってしまった社会に問いかけることがあります。私たちの役割は単にデータを分析し議論や批判することだけでなく、彼の能力と努力を本当に理解し尊重することではないでしょうか。大谷を正しく評価できるのは、投手大谷に対峙した打者と打者大谷に対抗した投手から生まれる言葉といえます。記者や評論家は遠くから観察するだけで正確な評価が難しいことがあります。打席の中で大谷の投げる球と対峙した経験がないものや、彼の力強い打球音が頭上を通過したことを経験したことのないものには、本当の価値を理解することは難しいでしょう。サッカーの世界でバロンドールはメッシのためにある賞と他の選手用の別の賞を設けるべきだと言われていますが、 MLB においても二刀流のような特異な存在を評価するための別枠が必要かもしれません。どちらにせよメッシと同様に大谷も私たちの時代には二度と現れない選手だと思います。アメリカの MVP 争いや移籍金に関する議論は彼のような特別な存在に対する議論であると言えるでしょう。個人の意見は自由ですが、それを公然と表明すると時には品位を欠いた人に移ることがあります。例えばシーガーが今季大谷を超えて MVP に輝く場合、彼も最低でも150試合以上に出場し
アクーネのような卓越した成績を記録する必要があると思います。もちろん今季の大谷の成績は素晴らしいものであることは疑いありませんが、大谷よりも離脱期間が長かった場合、彼に対する高い評価は難しいでしょう。この点で大谷が DH 専任だった場合はまた別の話となるかもしれません。大谷選手が過去3年間において前代未聞の活躍を続けていることから、人々は彼に対してそれくらいのことはやるものだろうと麻痺してしまったかもしれません。しかし私たちは大谷の常に驚くべき偉業に感謝すべきです。例えば一昨日の日本シリーズで山本由伸投手が素晴らしいピッチングを披露しましたが、もし彼がダブルヘッダーで2試合目に2本のホームランを打ったとしたら、それは驚くべき出来事でしょう。そして同じようにワールドシリーズでイバルディが同様のことを成し遂げた場合、世界中の野球ファンは感動と驚きに包まれることでしょう。大谷の成就は特別なものであり、その偉業に感謝し、驚嘆すべきことは決して忘れてはいけません。